甲状腺癌闘病事実を告白した俳優チャン・グンソクが診断を受けた当時の心境から手術過程、克服方法などを詳細に明らかにした。チャン・グンソクは甲状腺癌の診断を受けてどのように過ごしてきたのか、またどのように克服してきたのか、もう少し真相的に話を交わしたかったと明らかにした。チャン・グンソクは昨年10月、健康診断を通じて甲状腺癌の事実を知ったと言った。彼は健康診断をしたが、何かがちょっとおかしいので、血液検査をしてみてほしい。組織検査をしてみようということで段階別に検査を受けたところ、最終的に甲状腺癌という診断を受けたと伝えた。癌細胞が出てきたという話を聞いて、チャン・グンソクが初めて見せた反応は、私、死にますか?だったという。彼はどんな気持ちだと説明すればいいかわからないが、多くの患者さんがそうだったと思う。まして、私は家族歴もなかったし、原因になるようなものが全くなかったと話した。続いて、受け入れるまで少し長くかかったとし、その時、ちょうど医療対乱があってすぐに手術ができなかった。今も手術を受けることは容易ではないが、その時から事前に予約をして待っていた。手術を5月末に行ったが、1ヶ月前に連絡を受け、4月末から年末まで予定されていたスケジュールをすべてキャンセルしたと明らかにした。手術を控えて入院しながら準備していった品物は、氷を入れて随時冷たい水を飲めるように大きなタンブラー、むくみを取ることができるアイスパック、手術後に使う専用ボディタオルなどだったという。チャン・グンソクは約10日ほど病院で生活したと伝えた。手術を受けた日を思い出し、生まれ変わりそうだという希望に胸がドキドキした。勇気もたくさんもらったと打ち明けた。続いて、口の中にロボットを入れる手術法を選んだとし、手術室に入って待機するときは感じが少し変わった。保護者もいないし、寒いという感じだったと告白した。手術には計6時間がかかった。チャン・グンソクは麻酔が入ると言った後、目を閉じて開けてみると終わっていた。やり遂げた。全部終わったという気がした。私にはすごく一瞬だったけど、6時間かかったよ。6時間の死闘で勝ち抜いたと思ったと語った。現在の健康状態については、完治したと明らかにした。他のところに転移もされておらず、薬も毎日飲まなければならない状況ではないと言った。ただし、結果を聞くまで少し時間がかかったとし、3ヶ月が過ぎて再び血液検査をして、状態を見て転移があるかないかすべて確認をしなければならなかったと付け加えた。チャン・グンソクは、誰かは甲状腺癌を、優しい癌だちょっと軽い癌だ早く治ることができる軸に属すると考えるだろう。正しい言葉かもしれないし、間違った言葉かもしれないとし、実際に当事者には癌という単語が与える恐怖感が相当だと話した。続けて、最初はなぜだろうか、私があまりにも体を苦しめたのかとして受け入れられず疑う。しかし、いずれにせよ受け入れて私の体に申し訳なく思い、望むことを聞いてあげるのが最初ではないかと思うと付け加えた。彼は人生をたくさん振り返った。これからの人生の路線についても大きな変化の幅があることになる。しかし、それが決して否定的ではなかったし、むしろ肯定的な私に生まれ変わることができる機会になったと思う。この肯定のエネルギーと力をより多くの人々に知らせたかったと本音を打ち明けた。